はい、始まりました、はい、アトロのコザッピドゥラジオですね、はい、第38回になります。第38回の、はい、第5週目5週目第5週目っていうのは、うん、年に、もう本当に数回しかなくて、そう、もうあの中曽根薬品プレゼンツの時から、うん、第5週はね全員集合とか言って、うん、1回も集合せずにあのねあのファーストシーズン終わったんだけど、ね、まあ今あのセカンドシーズン入って、はい、第5週、うん、2人っきりです。何ですか、ね、この、 あの人望のなさちょっとからね、まあ、あのみんな忙しいからね、そうですよ、あの急遽お誘いしてもちょっとね、 そうなんです、それぞれ用事があるのでね、そうなんですよ、うん、皆さんね、はい、うん、後から、はい、あのまあ、第3週のレギュラーの、うん、ケングシングこと、はい、ケンシンさんが一応来る予定ではありますけど、はいはい、来るのかな、本当に来るよ、来ますよ来ますよ、はい、うん、お楽しみにお楽しみください、はい、ということで、はい、まあ、先週はチャックさんなんかのラジオで、うん、自分なんか一週お休みしたんですが、はい、その、2週間、うん、約の間、うん、何がありましたかね。ですね、この2週間の間はまずあのシアタードーナツ、先ほどのね、はい、1つ1個前の番組の、うん、あの宮島くんが、はい、館長を務めるシアタードーナツで、うん、我らコザッピドゥ、うん、ザムービーが、はいはい、上映してましたね、しましたね、はい、はい、うん、っていうかあの宮島くんはあのハッピーバースデー、あーね、らしいので、今日誕生日、はい、おめでとうございます。何歳なんでしょうかねエネルギッシュだよね42らしいですねおめでとうございます、おめでとうございますねえ、はい、まあ、いつもエネルギッシュですよ、うん、ね、忙しそうに元気で ね、うん、だからもうすごいあのなんていうの、元気な先輩ですよ、うん、ねえ、うん、小座のお兄さん、そうまあさっきね、うん、あのちょっと、まあ、ささやかなプレゼントもお渡しして、はい、あらあら、うん、喜んでましたよ、あ、よかったですね、うん、はい、だからそのね、うん、宮島くんが館長を務める、はい、シアタードーナツで、うん、はい、コザッピドゥザムービーの上映会、うん、&はい、ワークショップね、を行いましたね。ねえ、もうあれでしょ、でコザッピドゥモモ、うん、上映自体はもう終わっ、もう終了してますね、終了しましたね、うん、この間 の、 あのウークイの日までだったんで、うんうんうん、結構ね見に来てくれる人も、うん、まあまあいて、はい、あの大画面でね、うん、俺たちもあの初日とかがっつり見たんだけど、はいはい、やっぱりスマホで見るのと全然この迫力が違うというかね、うんうんうん、それがだからもう本当にたくさんの人に見てもらいたかったんですが、はい、どうだったんですか ね、実際に俺なんか毎日行ってないからどんぐらい入ったかちょっとわからないんですけど、はいはいはい、見に来たよっていう方はなんか、うん、ね、コメントでもね、うん、いただければ嬉しいです。来ないと思うけど、はい、この番組ではメッセージを募集しております、はい、メールアドレスは 761@fmkoza.jp、ファックスは 0989348653 です。またユーストや、ね、ツイッターも連動してますので、そちらからも、メッセージお待ちしております。お待ちしております、はい、よろしくお願いします。はい、はい、でね、ということで話を戻しまして、うんうん、このだからワークショップ、ワークショップもやったね、もうあのめっちゃ楽しかったね、うん、面白かった。まああの土曜日と日曜日って2日間に分けてやったんだけど、うんうん、土曜日なんだろう、予約の時は、うん、土曜日の方がちょっと少なかったから、そうだね、あ、まあ少ないけど、うん、まあでも来てくれる人たちはありがたいので、はい、その人たちのために一生懸命やろうって、うん、あのスタッフと4人で、はい、えいえいおうってやりましたが、うん、やりましたね。蓋を開けてみると、うん、土曜日の方が多くて、うん、であの日曜日があの台風接近だからね、超大雨だったね、うん、もうめっちゃ大雨なって、うん、本当に少なかったんですけど、うん、でもそれでもね、うん、来てくれてる方々がいましたね。ね、いましたね、うん、嬉しかったですよ。どんなだったこのワークショップ、うん、ワークショップ総括としては、ね、うん、ワークショップは結構まあ、あの3グループに分かれて制作したんだけど、うん、まあ、大体1チーム3名ずつぐらいね、うん、でなんか小学生って言いながらも幼稚園生も1人参加して、うんうんうん、あと上下は幼稚園生、上は小学校の5、6年生ぐらいかな、うん、の方、子供たちが参加したんだけど、うん、結構やっぱりのなんていうかな、飲み込みが早いね。だからうん、舐めてた、うん、だから参加する前に、うん、チビは、うん、多分理解できないのかなとか、そう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 、ペンタブとか操作しにくいかなと思って、うん、小学校3年生から6年生までって、うん、縮めたでしょ、うんうん、
全然いけたなというか、いけたね、幼稚園でもいけるんだけど、うん、まあ小学生全般でもいいなと思った、うん、中学生でも楽しめる内容かなってね、まあ、思うよね、まあ、こんなの言ったら大人でも楽しめると思うんだけど、大人でも面白いと思うよ、うん、だからあんまり枠を攻め、うん、狭くしない方がいいのかなっていうのは今回の反省点でもあり、うんうん、まあ、次回もあるかどうかちょっとわからないんですが、うん、はい、次回やるときはね、うん、もうちょい枠広げてもいいのかなって、うんうんうん、だからこれでね、うん、このワークショップはただアニメーション作るだけじゃなくて、うん、だ作る過程っていうかさ、うんうん、ただ絵が動いたら終わりとかっていうのは面白くないなっていうのがあったから、うんうん、どういうふうにやろうかなっていろいろ工夫したさ、うん、考えてからね、うん、だからこのまずね3人1チーム、うん、一般に3人いて、はい、でその3人に言えばお題みたいなものをくじ引きで引いてもらって、うん、なんだっけ、お題が3つあって、うん、1つはロボット、うん、でもう1つがモンスター、うん、で動物、まあ、子供が好きそうな、うん、しかも あんまり、ね、難しくない、うん、複雑じゃない、まあ、ロボットはちょっと複雑かもしれないけどね、はいはい、っていう3種類、ね、はい、に分けてくじ引きでね、はい、引いて分けてもらって、うん、でこの3班それぞれにそれ作ってもらうっていうね、うん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 、感じだったんだけど、うん、どうでした？この3人がさ、一般にいる3人が、うん、じゃあ3人それぞれのロボットを描く、うん、そしてそれをじゃあどうするかったら言えば調合するだけ合体みたいな感じ、うんうんうん、で3人それぞれが描いたものの、好きな部分、うん、かっこいいと思う部分っていうのをどんどん足していって、うん、言えば一つのロボットを作るっていう合作ね、はいはい、でその合作して一つのキャラクターを作ってそれをじゃあ動かしましょうっていうのだったんだけど、うんうん、みんな結構面白い感じでね、うん、キャラクターができて、うん、でそれがこの動き方もね、うん、みんな最初に説明はするんだけどこう動かしたいっていうのが結構具体的で、うん、あとアドリブもあったりとかして遠近感も作ったりとかさ、うん、子供すごいなと思ったね。だからこれはただ絵を描きました、うん、ただそれをパラパラ漫画みたいに動かしました終わりじゃなくて、うん、それをすることによって、うん、そのまあ今日初めて会う子供たち、うん、まあより子供ってやっぱ人見知りもするし、うんうん、なんか恥かさもするけど、うん、これをやることによってのこの、ね、社会性とかさ、うんうん、なんだろう、この一つのものをみんなで作っていくみたいな、うんうんうん、そういうののちょっと勉強にもなるかなっていうのでね、うん、協力し合うっていうさ、そうそう、協力して一つのものを作るっていうのね、うん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 、っていうのが多分いい勉強になったのかなって思いますけど、うん、ね、本当に、うん、だこの作ったものは前後に私たちが作ったアニメーションもあって、うん、要はタッカイ向かいからお題を出して、うん、作ってくれキャラクターをみたいな感じね、そうそう、キャッチボールはさすがに難しいけど、タッコエとムッコエから子供たちに問いかけるみたいな感じのアニメーションが最初に出てきて、うん、君たちに作ってもらいたいったねみたいな感じで行って、うん、実際に作ってもらう、そうそうそう、でその作ったのをタッコエとムッコエが見るみたいな、うんうん、そうそうそう、結構このアニメとリアルがね、うん、フュージョンしてるというか、うんうんうん、でもなんか意外だったのが、うん、でこのタッコエとムッコエが最後に、うん、みんな素晴らしいキャラクターたちだねって言ってから、うん、でこれみんなのこの素晴らしい作品を、うん、YouTube にアップするから楽しみにしてくれたねって言ったらみんなみたいな、そうそうそう、なんかアップするのみたいな、えなんで恥ずかしいってね、あそっかと思った。で一人なんかねちょっとおしゃべりな子がいて、うん、この子がなんか稽古に最後にいいですかアップすんなこらみたいなそう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 なんでいいさーってからね、もうこの子のお母さんもなんでって学校で教えてくれないよこんなのは、誰がアップしたって書かないからね、そう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 、うん、で思い出にもなるし、うん、まあ自慢したい子はね YouTube のアドレスに打てば自分が書いたのが見れるから、うん、ね、うん、いいですよ、だからいいかなと思ったら逆に、うん、結構ね、うん、みたいなのが多かったから、うんうんうん、恥ずかしいのかな、恥ずかしいんだはずね、うん、っていうのだと YouTube 知ってるっていうかこの理解してる感じ、ね、もうやばいなと思ったね、やばいよね、うん、幼稚園生までとかって言ってたからね、そうそうそうそこを反応しようとね、うん、すごい、まあだから意外な部分も多くて、うん、子供たちと絡むことってあんまりないさね、うんうん、だから楽しかったよね、楽しかった、またやりたいなっていうか、本当に本当に、だからシアタードーナツで今回やったけど、うんうん、そこだけじゃなくてもいいのかなというか、うんうん、出張で、うんうん、例えば、まあ、子供の国とか、うん、あと東南植物楽園とか、いいですね、でどっかの学校とか、あ、いいね、っていうのもフォーマットができれば、うん、で可能だなっていうか、そうですよ、うん、本当になので、はい、ぜひうちでもやってほしいなっていうのがあったら
アトロンの方に、ぜひぜひね、はい、アトロンのホームページとかフェイスブックのページとか、うん、いろんなところにコメント書くところがあるので、はい、ちょっとねこっちがへこむようなブルーなことは書かない、うん、はい、ちょっと嬉しいこと書いてくれると、そうそう、頑張れば励みになりますので褒められて伸びる子なんでそうですね、はい、よろしくお願いします、 ね、参加された方もね、見に来てくれた方もありがとうございました、うん、近日中に、うん、アップできるかなと思うので、そうですね、エノビ博士が、うん、さっきもなんか編集してたよね、はいはい、うん、そうなんです、うん、ね、みんなが書いたのに着色して、うん、もう動かしてるので、はい、動かしたらみんなで動かしたけどね、はい、それをまたちょっと近日アップしてホームページの方でもお知らせしますので、うん、ぜひチェックしててください、はい、はい、ということでじゃあ1曲目いきましょうか、うん、1曲目いきますか、うん、ちょっとまだ選んでないんですけど、あら、そうですか、適当に話つないでもらえますか、じゃあ、うん、そうですね、うんうん、今コザピドゥボル9を作っているところで、はい、でボル10まではねコザピドゥはシーズン1は作るんですけど、うん、はい、9もね、またこれまたちょっとコザの、うん、ちょっとまあ一つはキーワード言うとしたら、うん、第9話のテーマ飲み屋さんだね、飲み屋さん、飲み屋さん、あ、まあ飲み屋さんっていうかな、う、ね、まあ、飲みの街っていうかね、具体的に今説明はできないけど、うん、タッコアイとムッコアイはより年齢不詳、うん、性別不詳なので普通にお酒も飲みますからですよ、うんうん、でコザの街はね飲み屋も多いからね、うん、はいはい、でこれでのどうなるかというか、タコイとムッコイがね、うんうん、飲み歩くんだろうなっていうところと、うん、あとまあエイサーシーズンも真っ盛りなので、あ、エイサーで思い出したんですけど、これはまあ曲の後ということで、ね、はい、そうです、ちょっとエイサー関連をね一つね、はい、じゃあ一曲いってみますか、はいはい、ね、うん、ビオニーズっていう人で、うん、はい、パッパッパラッパ、ケンシーさんの、うん、はい、あとはエイサーがインスタントの話と、うん、あとボルキュー作ってるよっていうのと、うん、あと何かあったり、まあ、今日まで後のウェブショップのサマーセール、まあ、これはそこまで言うあれのものエイサーがインスタントじゃないの、エイサーがインスタントの話と、うん、まあ、コザピドゥをもう少し具体的にしゃべってもらうし、この曲の後にインフォメーションにしてトークやって次に届く CM、うん、あと何分？何分？見えないよ大丈夫、あと20秒じゃあアドロンのインフォメーションで、はい、コザピドゥでは皆様からの温かいお便りをお待ちしております。
アドレスは761@fmkoza.jp もしくは FM コザホームページでも書き込みできますよ。手にまた Facebook アトロン公式ホームページでも毎月お題を出しますので、お気軽に参加しておくんなまし。たくさんのお便りを待ってるぜ。はい、お届けしたのは、うん、ビオニーズで、はい、さっきあのパッパッパパラあパッパッパラパって言ったけど、うん、パッパッパパラです。パッパッパパラかパッパッパパラね、はい、パッパッパラパはあれだよね、私のかあれはだよね、時代を感じますね。これ言っても誰もわからないと思うけど、はい、ね、うん、という歌でした、うん、はい、はい、うん、あ、ケンシーさん来ました。あ、はいはいはい、ということで、はいはい、一応ね、うん、今さっきもちょっと話しましたけど、はい、あのコザピドゥ第9話に、うん、エイサーのシーンが出てくるっていうので、うん、ちょっと思い出したんですけど、うん、はい、今、流行りのというか、はいはい、あの LINE スタンプとかありますよね。ありますね。その LINE スタンプを、うん、アトロンが、はい、作ったんですよ、また最近。お、前にもツタザルっていうスタンプ作ったんですけど、うん、はいはい、今回また新しく LINE スタンプが登場したということで、うん、アトロンオリジナルの、はいはい、どういうスタンプですかね、うん、これは前にもちらちらとちょっとお話もしてましたけども、はい、あれですよ、エイサー LINE スタンプです、うん、おすごいっすよ今あれですね旬ですね、ね、まさにね、うん、あの今もうお盆は終わっちゃったんだけど、うん、また今週末はまた全都エイサー祭りもありますので、だからよ、うん、今タイムリーだからこのエイサーラインスタンプを押していきたいんだけどね、うん、はいはい、まあ、実際押してるんだけど、うん、まだそこまでみんなに知られてないので、うん、ぜひ、うん、拡散してほしいというか、うん、本当に可愛いエイサーキャラクターたちがいますので、うんうん、はいはい、これ実際使った実際使ったよ、うんうん、どんなだった。いやー結構でも使えるね、実はこのエイサーラインスタンプは、うん、沖縄市青年団協議会の公認ということで、はい、沖縄市の青年団加盟している23団体が、うん、はい、スタンプとして登場しています。これだからすごいよね、うん、実際に尊大エイサーとか、うんうん、ゴヤエイサーとかいろいろあるさね、うんうん、がスタンプになってるから、うん、そう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 、だからこの青年会たちも、うん、嬉しいんじゃないですかね。え、嬉しいと思いますよ。23団体網羅してますのでね、うん、はいはいはい、でそれだけじゃなくて、うん、それ以外のまあどこのエイサーとかでもない、うん、そのエイサーのキャラクター、うん、まあ、シーサーの顔したエイサーのキャラクターが、うんうん、オリジナルのね、オリジナルの、うん、が、まあ、いろんな、うん、スタンプでよく使うような、うんうん、なんか何塔とか、うん、まるでね、うん、とか、うん、並んどうみたいな、はいはいはい、とか、うん、いろいろ会話に使えるスタンプも、はい、そうです、用意して、うん、ボル1ボル2ってやってからそれぞれ40個ずつ、うん、はいはい、ありますよね。ねえ、うん、だからよ、だからこの普段使いできるっていうので、うん、さっきもちょっとスタッフが外のに外出していて、うん、はい、でラジオも始まるからね、もうそろそろ上がりの時間で、うん、今から戻りますって時に、うん、移動中っていうので、うん、今もう道順にしてるみたいな感じのとか、うん、あとほら車、うん、ああいうエイサーの青年会の方々って、はい、軽トラみたいな感じの後ろになんかほらいろいろ荷物とか、うんうん、スポットとか乗せるでしょ、はい、そういう感じのノリで、うん、地方の方が乗ってて、うん、移動中みたいな感じのものとか、うん、あとエイサーの太鼓にね乗っかって塔みたいな感じとかね、はいはい、なんかだから俺はあんまり LINE 使わないんだけど、うん、この LINE スタンプをきっかけに最近やっぱりこのスタッフなんかと一緒に使ったりとか、はいはい、うん、まあ仲のいい友達同士で使ったりはしてるんだけど、うん、あんまりまだ慣れてないから、うん、なんていうの、こっちが結構長文までいかんけど、うん、結構書いた後に、うん、OK のスタンプ1個とかさ、うん、たまに寂しくなるよね。もうそんなもんなの。だからね、でも、まあ、スタンプだけで会話もするとかって言うからね。まあそうだけど、うん、なんかこっちは結構親指使ったのに
いやワンプッシュなみたいな。まあそういう人は あんまり LINE 合わないかもしれない。とかあとなんかより、うん、既読する 3K みたいなのとかあるんでしょ。ある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 。なんかねこっちの都合さね、うん、見る時間なんて、うん、そうですね。なんかこれがあのなんかすごい縛られてる感がどうなのみたいな、うん、って言ってたら多分、うん、あの LINE 使えないですよ、うんうん、ですよ、うん、だから自分のこの考えたスタンプを使えるっていうこの楽しみで、うん、今一応なんとかごまかしてるけど自分の気持ちを、うんうんうん、どんな自分は結構まあ使いやすいのかなっていうか、あのまず自分の携帯であのこのなんていうの、うん、あのちっちゃい画面で長文打つのとかが、はい、うん、めんどくさいから。俺も苦手、うんうん、でも LINE もさパソコンとも連動できるでしょ、うん、でパソコンにインストールっていうかね、うん、あのログインしてできるから、うん、そこはちょっと楽ではあるね。でもやっぱり逆に、うん、この若い子っていうのはもうスマホ世代なんだなと思うのが、うん、うちのスタッフとかまだ二十歳なんだけど、うん、このアトロンのホーム、うん、Facebook のページに記事をアップしてっていうのも やらしてるさね、うん、あのスマホからやるさね、うん、パソコンからやったらもっと早く簡単にできるんじゃないって言ったら、うん、あのスマホの方が楽って言ったりさ、うんね、逆に俺スマホの方が難しいっていうか難しくはないけど、うん、あのちっちゃいしめんどくさいさ ね、 そうなんだよね。押したくないボタン押したりとか、うん、っていうのがないんだと思って、うんうんうん、そういうのがね、このジェネレーションギャップですよ。はいはい、うん、でもね、うん、もう慣れてんだろうね。慣れてんだはずね、うん、だと あとだからこの若い子たちにちょっと確認したいのが、うん、あの腕の内側にこの剣みたいのがありますよ ね、うん、剣、あの グーしたりしたら出てくる、うん、浮いてくる剣みたいなのがあるさ、うんうんうん、はいはいはい、これはある一定の年の子からはないらしいよ、うん、すごいね。これってなんか言えばもう昔の名残みたいな感じでしょ。あのだから尾底骨にちょっと尻尾みたいな骨があるみたいなね、うん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 、それのだからこの剣が、うん、剣が薄いのかないのか、なんかテレビで言ってたんだけど、もう必要ないか退化してってるってこと。そう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 、だからこれがある人は旧型っていう、うん、うん、旧型ですよ。もろ旧型。そう、はい、これ調べたいなと思って。いいですね、はいはいはい、あのコメントも来てますね、はいはい、トミカアットレスキューフォースさんから、はい、初見です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。コメントありがとうございます。ありがとうございます、はいね、あの今ちょっとこのトミカさん の、 あのアイコンが、うん、チャンリオ、あの、うんうんうん、チャンリオだった、あのサンリオ の、 リオの、うんうん、キャラクターのやつなんだけど、はい、結構これも面白いよね。これもね、うん、俺なんかも作ったけど、うん、あのエノビー博士は、うん、結構あの作りやすい、ね、うん、キャラクターだからいいんだけど、うん、俺っぽいのが全然なくて、あの目とか鼻とか髪とかよ。うちなじら、うん、だからあの自分で作ったけどね、あの髪とか洋服とか結局、うん、結局自分で作ったから、あ、まあ、そういうね、まあ、パソコン使ってデザインもする仕事がよくやってるかもね、はい、そういうのね、はい、はい、ということで、うん、はい、ケンシンさんがね、はい、ケンシンさんが入ってきてます。はい、こんばんは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 、よろしくお願いします。今日は、うん、ケンシンさん の、 あのレコードのコーナーではないんですが、うん、はい、一応第5週なので、ちょっとケンシンさんにちょっとおすすめの曲を、はい、いいっすね、何か持ってきてくださいとのことだったんですけど、はいはい、どんな系なんですか今日は。夏の終わりということで、はあ、いいっすね。まあ今ね、もう暦的には秋、うん、もうトンボも万来飛んでるからね。飛んでるね、うん、うん、本当につっても沖縄はまだ暑いですけどね、うん、まだまだクーラー必要ですね、うんうん、じゃあちょっと、はい、ね、じゃあ夏の終わりの1曲目、うん、じゃあ聴いてみますか、うんうん、はい、お願いします。Thank you.
使わんかも。白い車。あ、これがドアで、これがエンジン。この後はトークで、それとも CM で。あ、じゃあどうしようか。一回トークして CM にする。この曲の解説聞いて。か、これ終わって CM やって開けてトーク。うん、まあ、じゃあそうしようか。うん、見てもいないんじゃない。何さん、あ、世の中で。もうちょっとで終わりそうです。はい、はい、ということで、はい、1曲目は何でしょうか。シャネルズでサマーホリデーでした。おお、はい、いいですね。鈴木まさ、まさゆき、うんいいですね。シャネルズなんかちょっと爽やかな感じだね、うん、このジャケットもちょっと海のね、なんか切り絵みたいな感じのやつなんですけど、やっぱちょっとこう、うん、ビーチサイド的なサウンドだったね、はい、なんかシャネルズで思い出すのは、うん、名護っていうか、うん、ヤンバルに行く途中の、うん、あれファミリーマートかどっかの上に、うん、シャネルズの絵がカラオケ派みたいなね、書かれてたさ、うんうんうん、あれって今もあるんかな。へー、ないような気がするな。なんかね、あそこ結構休憩ポイントだったんだけどね。そうそうそう、コンビニでちょっとジュース買いながら、そうそうそう、シャネルズのみたいな、向かいにホテルみたいのがある。あったあった、うんうん、あ、今あるのかな。ちょっと最近行かないからね、今度名古屋編行くときは、北部ら編行くときはちょっと見てみないとだねはい、シャネルズのサマーホリデーでした。あれでしょ、ラッツ&スターでしょ。ラッツ&スター後の、あ、だからシャネルズっていう言葉がダメになって、ラッツ&スターに変わったって。うん、じゃあラッツ&スターでやってる、あ、シャネルズやってる時ってすごい短いんですかね、期間的に。どうなんだろうね。どうなんですか、シャネルズの期間ってどんぐらいあるの。どれぐらいだったか、そんなに短くはなかったはず。うん、じゃあまあまあ長くなって、売れてきたからちょっと目立ってきてみたいな感じなんですかね。うん、名前変えないといけないからって。でもこれってシャネルからクレーム来てるの。クレーム来たのかな。ああ、じゃないんですか。あ、別にクレームは来てないけど変えたんだ、うん、へえ。いろいろあるからね、このグループは。いまだに。ああ、そうなんですか、ね、あれもじゃなかった、 X ジャパンってついたさ、うん、なんか X っていうのでなんか、うん、
クレームが来たからジャパンにつけたみたいな、そうなんだ、いや分からんけど、ああいろいろあるんだろうね、この公共の電波であの間違ったこと言えないから、ね、俺はそう聞いてますけど、はいはいはい、はい、なるほど、はい、ということでじゃあ、はい、2曲目行ってみますか、あじゃあ、あ、CM 行きますか。CM 行きますか。じゃあ一旦 CM 入ります。はい、はい、お願いします。どっか移動したんですか。車は。車。こっちの方ですか。この右。ああ。移動するって言ったんですか。白い車がどうも。この後はどうします？あの予定だと曲なし、あの無音状態で始めるのか BGM とかそういうの。もう2曲目に入るから、はい、じゃあもう無音状態でも曲に。はい。最初はトークからやって入れるんですか、ね、ちょっと喋って2曲目いく感じで。でまたちょっとそれで3曲目っていう感じで。あれはやろうぜ、バーバーうん、でも、あれだ思ったよりちっちゃかったマイク入れます。はい、ということで CM 開けました。はい、1曲目のアシャネルズで、うん、何でしたっけ、サマーホリデー、ね、はい、サマーホリデー、はい、はいね、じゃあこの、夏の終わりのテーマの、うん、2曲目、はい、じゃあ行ってみますか。行きましょうか、はい、お願いします。なんかサイモンとかファンクじゃないけど、なんかそういうのぐらい。シール&コーヒーとか。そんな系で2人。ちょっとこう切なさを感じる。なんで夏の終わりとこんな切ないのか。冬になりきったら別にだけどね。でもそう切ない感じします。あれもやっぱり一夏だけの恋とかあんなのこう。そういうのもあるんですかね。ほとんど一夏だけの恋のことしかない。ちょっとあの夏真っ盛りの時ははっちゃけすぎるんじゃないかな。かわいい歌。歌流れてるの？曲流れてるの？これって曲が流れてるんですか？はい、曲は流れてる。ツイキャスでも。ツイキャスの方はちょっと今流れてない状態になってます。ユーストは流れてる。ユーストも声だけの状態。ラジオ聴いてるじゃん。あ、ラジオ聴きながら書いてる。だってラジオ曲だもん、ラジオがメインだ。そうですね。なるほど。多分沖縄市在住の方だと思う。うん。それでラジオとテレビ両方から。なるほどね。
ちょっとコメントも、なんかね、あ、コメントもよく当てて、ちょっと進めてみたいと思います。もしかしたら前田さんが無理かもしれんから、うん、そこらフルで書けようか、うん、時間もあるから、うん、夏もあるか。もう来日とかちょっと肌寒いだろうね。東京ちょっと肌寒かったんですか、うん、少し長袖で。沖縄の場合ってなんかあれですね、お盆が終わったらなんか夏ってか、夏が終わるなって感じしますね。なんか今ぐらいやっぱり、うん、お盆が終わって前途遠征ってちょっとやっぱそんな感じですか。本当沖縄でも暑いの続きますけどね。はい、ということで夏の終わりのテーマで、はい、これは2曲目は、はい、シーズ&なんかこれ クラフトコーフッツか、コーフットサマーブリーズです、うん、ののサマーブリーズです。サマーブリーズね、です。ちょっとなんか切ない感じもありますよ。なんかさっき言ってたように、うん、あのサイモン&ガーファンクル的な匂いがするというか、ね、うんうん、このジャケもなんかちょっとね、うん、寂しげだよね。ねえ、ちょっと寒そうだけどめっちゃヒゲ生えてるヒゲでちょっとあったかそうなんかあの、うん、このハーモニーっていうのハモる感じ、うん、綺麗なこの、ね、メロディーっていうかさ、うん、ですごくあれだよね。なんかやっぱり落ち着くでもあるし、ちょっと寂しさもあって、まあちょっと切ない感じでもあるしね。うそうそうそう、本当夏の終わり、うん、だから夏の終わりってね、うん、なんでこんな切ない曲が多いのかねって今話もしてたんだけど、はいはい、あのこの間テレビで言ってたんだけど、うん、9月1日とかはなんか自殺が多いみたいな、うん、らしいよ、うんうん、言ってたね。なんかあの、うん、夏休みも終わって、うん、ちょっと今からまた学校も始まるんか、うん、みたいな。なんでちょっと鬱っぽくなるんかな、うんうんうん、かもしれない。なんかどっかのね図書館がね、うん、だからそういうちょっと辛い時はうちに、はい、あの図書館の方に来てみたいな感じのね。図書館に来たら余計寂しくならんかな。どうでしょういろんなね、静かだしね。まあいろんなでもあれさ、なんていうの、行く場所がないよりやっぱりね、うん、あった方がいいのかなって思ったりもしますけどね。まあ、一応沖縄の場合はまあ暦の上で今も秋かもしれないけど、まだ日中めっちゃ暑いし、何エイサーもねボン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 、あの道ジュネの音が聞こえたりとかさするので、まあ前途エイサーも今からさね、夏もまだなんか夏の感じが残ってはいるけどね。でもあのトンボがめっちゃ飛んでたりとか、多いですよね。はい、ね、ちょっと曲を聴いて、はい、コメントも来ています、はい、先ほどね、あの、うん、トミカ&レスキューフォースさんは山口県から見てますということです、はい、山口県、はい、山口県、はい、あと、スルさんが、はい、こんばんは、沖縄の方らしいですね、うん、なんか曲を聴いてて、うん、かわいい曲、とてもかわいい曲ですっていうことを書いてます。これはこの今流れてたのなのか、うん、シャネルズなのか、いや今流れてたやつだね、うん、そうですね。これを聴いて切ないとかじゃないでかわいいって思うっていうのは、やっぱ人それぞれ感じ方が違うんだね、うんうん、そうだね、うんうん、メロディーっていうかこの楽器的な感じはね、うん、可愛い音とかも入ってたかもしれない。だからこのケンシンさんがチョイスしてる曲は、うん、あのまあ、うん、まあ有名なのもあればレアなのもあるんだけど、うん、はいはい、ラジオではね、うん、聞けますが、そうです、まあ、残念ながらあのツイキャスとかユーストではあの、うん、ね、権利の問題でちょっとかけきれないのは残念ではありますけど、まあラジオで聞いてください。ぜひぜひ聞きたい方はね、はいはい、でまた気になる方はね、またあの Facebook でもあのアップしてますので、はい、ジャケットをね、はい、でそれをまたちょっと見て、もしかしたらあの、うん、YouTube とかでね、うん、あるかもしれないし、そうですね、はい、気になる方はぜひ聞いてください、ね、ぜひぜひ、はい、ということで、うん、シールズ&クローフこん何だっけこれあの分かりにくいんだけどそうそうそう
でした。でした。はい、じゃあちょっと3曲目もね、今日はね、いつも2曲なんですけど、そういつも2曲なんだけど、うん、今日はね、他のコーナーが少ないので、はい、特別に3曲、はい、スペシャルですよ、します。はい、ということで、じゃあ3曲目、はい、行ってみますか。よろしくお願いします。連続なんだ。後ろに行かないでください。ああ、大丈夫です。なんか聞いたことありますね、このメロディー。うん、有名なやつですよね。有名。ああ。ネスカフェのコマーシャル。夏の日の子。あ、じゃあこれって普通はなんか、あれ演奏じゃなかったんですか。演奏です。ですよね。じゃあ勝手に歌詞付けてるってことですか。なんか日本の昔の歌こんなの多いよね。なんか曲だけの。英語の歌詞もある。まずくじゃあ一緒の感じですか。この、うん、これ、内容は同じかな。映画の曲だ。夏の日の曲。サマープリス。ペギー早め。そうなの、ペギー葉山さん、なんかさっきラジオでもやってましたね。なんかあの、有名になった曲がジャズじゃない曲で、なんか一番有名になったみたいな、なんかどっかの民謡じゃないけど。あれでしょ、南国と空を後にして。はい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 、全部歌ったんです。子供向けの歌も歌ったから。へぇー、いろいろなんだ。童謡みたいな。フフフフ。音と暮らしは、はい、あの番組表のところをクリックしたら普通出てくるけど、音と暮らしはまだ出てこないけど。音と暮らしは出さないデータ、いや出さないデータはないんですけど、うん、まだ写真とかあとは編集部分があって、まあ整理中みたいですね。なるほど。またチャックさんが出さないデータがアングラぶってんのかな。やりそうじゃん。3曲目、はいはい、3曲目は、はいはい、何でしょうか。ペギー葉山さんで夏の日の恋ですか。はい、はい、です。これね、さっき言ってたけど、はい、なんだっけ、ネスカフェの、はい、あ、ちょっと見えるよね。ネスカフェの曲に、うん、詞をつけてる、はいはい、もうね、聞いた人は、うんうん、あ、なんか聞いたことあるって思う人もいると思いますが、はい、ね、私もちょっとメロディー的にはね、うん、聞いたことがあって、はい、でそれに日本語の歌詞をね、うん、つけてるという。なんか映画ですか、はい、映画でも使われたんですか。映画の、うん、このテーマ from a summer place、うんうん、はいはいはい、この映画自体もめっちゃ昔って感じだけど ね、避暑地の出来事って、うん、なるほどの主題歌なんですね、はい、避暑地の出来事ってなんかこれだけ聞いたらエロいけどね。かっこいいね。何年代でしょう、50年代ぐらいですかね、もしかしたら。何年だったかな、40年とか、うん、50年ぐらい、50年ぐらいですかね。だけどあれだぜ、うん、このペギー葉山さんはだから、はいはい、さっきも言ったけど、うん、何で有名になったって。南国、何でしょう、南国なんとか土佐かと。南国土佐を後にして、うん、後にして、うん、うん、がなんか結構最近ね、ちょうど何かで聞いたんですけど、うん、そうなんかジャズとかを歌ってる時に、うん、そういうなんか地方の民謡みたいな感じで結構一躍こう注目を浴びたみたいな紹介のされ方を聞いて。これは何、うん、それはあの不本意だったってこと。いや、
なんかこうそういう意味ではなくて、ではなくて、うん、そういう感じもあったよみたいな、うんうん、へーってまあただの、うん、ただのへー、へーただのへーはい、お酒もいいですね、やっぱり夏の日の恋、うん、はい、やっぱちょっとあれだね、全体的にもうちょっとなんかゆったりした感じですね、うんうん、夏真っ盛りの時はね、うん、あのどんちゃんどんちゃん騒ぎみたいな歌が多いけど、うんうんうん、もうだから秋になってちょっと涼しくなって、うん、恋も終わって、うん、一夏の恋も終わって、みたいな雰囲気だよね、うんうん、今回はあのやっぱりこの健信さん、いつもはねテーマがあるんですけど、今回はもう健信さんのお任せということで、うん、はい、この夏の日の、うん、あ夏の終わりっていう感じ、はい、やっぱすぐこれやっさーってなりました、今回迷いました、どんなの持ってこうか、うん、急いでたから今日イベントで使ったの持ってきたみたいな、そうなんですかなるほど、いや話聞いたのが何時ぐらい今日ね、いや今日今日なんかね、ゲイツさんも呪文なのって話をしてもしてこれるんだったらっていうね、だからあの本当はあの、ね、うん、昨日で電話してたんだけど、そうなんです、ちょっとね行き違いで、はい、うん、はいはいはい、でもね、はい、第5週スペシャルで3曲もね、うん、紹介していただきました、はい、はい、ありがとうございますね、はい、はい、じゃあ、CM 行きますか、あ CM 行きましょうか、じゃあ CM 行きます、はい、お願いします、第5週はやるパターンだ、でも第5週自体少ないからね、ね、年に何回やるかな、もう多分今年ないんじゃない、前田さんも来るかな、本当はみんな集めたいけど、みんな忙しい、ね、取るか、ね、ニューヨークに今いるらしい、11月にあと5週目あります、ね、うん、あと1回だけ、今年じゃあと1回、はい、もしかして電話番号って海外にかけるときってなんかあったかな例えば、電話に出るのか、なんだっけ、海外に出るとき、うん、なんだろうな、0、0、01なんとかみたいな、うん、あれもな、国際電話、そう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 、どんな意見なんだっけ、ちょっと調べとこう、見て、国際電話、マジさんのコーナーの曲流しても大丈夫、一応一回流してみよう、ね、そうだね、流してみようか、うん、あのちょっと今流し、パクハイン前田、このコーナーは日本中を飛び回るコザピドゥ特派員の前田氏が各地の全く意味のない情報をライブ中継でお送りする画期的なコーナーである。はい、続きまして、前田さんのコーナーをしたいんですが、前田さんは今仕事でニューヨークにいるそうで、ニューヨークとちょっと国際電話というか中継でつなごうかなと思ってるんですが、時差もあるのかちょっと今つながりませんね、今あのエノビ博士がつなげようとしてますが、っていうかあのメッセージも取らないし、今もしかしたら寝てるパターンとかそんなのないのね、一応ちょっとね仕事中かな、仕事中ちょっともしかしたらっていう感じだったんで、うん、一応もう一回チャレンジしてみますね、はい、ただいまかけておりますが、
もしかしたらこれ取らないパターンで終わるっていう可能性が高いですね。こんなだったら謙信さんにあと1曲かけてもらった方がよかったな、ね、かけてもらうないっすよね。もう待ってる間の時間、そうだね、うだうだ喋ってるよりは、うん、なんか1曲かけてもらえますか。はい、じゃあ今ちょっとセッティング、あ、セッティングじゃない、電話かけてる間に謙信さんからあと1曲お届けします。もう無理だろ、5分前には終わるだろ、うん、無理だね。ちょっとメッセージも見てないの、うん、忙しいんじゃない、うん、ね。あと3分。はい、あと3分。もう無理でしょ。無理かな。フェイスタイムかかる。あっちが LINE に、あ、LINE じゃない。Wi-Fi になってないと。残り1分だったら、これ下に敷いてちょっとマイク上げる感じで。はい、はい、ということで、ついに前田さんにかからないで終わります ね。もう残り1分ですね。なんかね、今ニューヨークにいるらしくて、はい、ニューヨークとつながったら面白いんじゃないっていうのをね、この間話してたんですが、メッセージも見てないし、うん、多分忙しいのか、もしかしたら寝てるかもしれないですね、うんうん、なんかちょうど収録が始まるって言ってて、うん、前田さんちょうどね、あれって言ったNHK のね、はい、この番組の収録でっていうことだったので、はい、ちょっとね
まあ残念ではありますが、はい、また今度あの第3週にもお会いできるので、うん、はい、その時お楽しみに、うん、そうですね、はいはい、もう残り30秒ですが、はい、何か告知とか健信さんあります？あ、いつだったかな、チラシ持ってくの忘れた一応近々イベントが近々、うん、あのあれなんだっけ、家島の、家島の石花りアートプロジェクトみたいな感じですよね、はい、があるそうなんですが、もうあと10秒なので、はいはい、またじゃあ来週第1週目にお会いしましょう、はい、アトロンの友瀬司と榎並恵子でした。ゲストもありがとうございました、はい、お疲れ様です。